はい、どうも、サチクラオシャルというものです。ですね、とりあえず最初に言わせてください。9月になったら浮上率が上がるみたいな感じで言ってたんですけど、本当遅くなっちゃってごめんなさい。理由が1つですね、1つありまして、ですね、学校から家に帰ってくる、ずっと親がいる、撮れない、さすがにこの一人で淡々と喋る動画を親の前で撮るわけにはいかないかなということで、はい、結局9日になりましたね。もう土曜日です。もう8日終わりましたね。1週間終わりました。ほんとすんませんでした。まあいいや、うん、いいよねでもよくないけどまあいいや。はい、でですね、今回は小石ちゃんとレミの髪の塗り方ってことで、ちょっとなんか急ぎ目っぽい方がいたので、ちょっと今回はこっちやっていこうかなと思います。まあゆっくり待っていただけると嬉しいです。リクいっぱい溜まっちゃってんですけどね。ちょっとてか動きも終了しちゃうし、どうしようかなって感じですよね、本当に。はい、これことやめておきましょう。ですね、じゃあとりあえずはレミリアの方からいきますかね。これはとりあえず覚えてますかね、前回ぐらいのボカロメドレーのレミリアの線画をちょっとシャ借りました。借りたってか自分のだけどシャってなんだ、シャって。ですね、まあとりあえず、まあいろいろ言いたいことはあるというか、まあいろいろあるんですが、とりあえず涙消して、ですね、レミリアの塗り方っていろいろあるじゃないですか。まあそこら辺は人の好みによると思うんですけど、ちょ見えづらいね、やっぱりこのやり方ちょっと失礼。まあとりあえず青でベースで塗ってください。あ、逆だった。まあ、いっか。青をベタ塗りした場合は、これだっけ。まあ、これだな。ん？これだよな。あ。すいません、逆でした。ほんとすいません。でも。ちょっと待ってください。もう、私の学習不足です。もう、そこが出てますね。あ、これでいいや。すいません。ですね、ちゃんと言います。青のベタ塗りをした上に、赤色のなんだこれ、左から2つ目のレイヤーで、ちょもう一回上から、青の上からベターと塗ってくださいな。あれ、こんなんだったっけねで終わったら、あとこの例の私の言う真ん中レイヤー的なあれで、かすり消してください。かすり消しの塗り方やり方はちょっと今日噛むね。前の動画にあると思うので、ちょっとそっち見ていただければと思います。すいません。省略します。あ、線が取っといてなかった。ちょっと待って。これでいいや。あ、皆さん、線画は1個は絶対に取っておくように癖つけましょうね。今、私、取ってなかったけど。もう言えないよね、人のこと。ごめんなさいな。はい、これがベースの色になりますね。なんて言うんですか？淡い紫色みたいな。ちょっとよくわかんないです。でですね、影用意しておいて、その影を、まあ、かすり消しして、でもまあ、いいんですが、まあ、多分こっちだよな。はっ！すいません。なんか逆でしたね。ああいう風に、淡くなっちゃった場合は、なんていうんですか。1ピクずらせば治るので、1ピクセル、今の左にずらしましたね。で、これでもう一回やると、ちょ見てくださいね。あ、待って。はい、となってない！戻してなかった。戻してねえわ。やばい、これボツになりかけなりつつある。やばい、ボツボツりそう。こんなグダグダしてたらこれですね。これちょっと本当にボツりそう。これボツないんだろうけど、きっとかけしてまった。まあいっか、多分大丈夫だろう。ちょっとレミリア、私あんまりレミリアわかんないんですよね、実を言うと。ですね、黒の今つけた影を、何ですか、縦か横のレイヤーでちょ消す、かす、かすってください。今日、ナズニャン並みに噛むんだけど、どうしよう。もう、アンスやってない人にはめちゃくちゃ分かんない話するんだけど、ナズニャンなりに噛む。やばい。あ、そんなに消さなくていいですね、多分。こんな感じで。で、あんまり長い動画にしたくないんですよね。あんまりギガ的にも。もう今月20ギガなんですけどね、私。そういえば、ゴミも終了しちゃって、私マジで動画どうすればいいんでしょうね。あ、ここ、はあ、
ここ忘れた、もういいや。なんか最近なんかなんか続けたいんですけど、ちょっといろいろと問題はあるでしょうし、わかんないですけど、もうちょっと答えは待ってくださいね。そんな焦らないでください。うごもも終了まで、まだ半年ありますよ。半年も、あと、どうでもいい話シリーズやってもいいですか？なんでそのシリーズって話だけど。あ、また説明忘れた。もう。ですね、今のやったのは、なんだ、かす消しですけど、一番ちっちゃいレイヤーで、かすって、で、斜めにして、もう一回かすると、なんつうんですか？こういう感じで、なんか、縦の線になるんですよ。多分他の動画でやったからそっち見てくれ。わかんない。やってないかも。やってなかったらごめんなさい。で、まあ、基本的にここら辺と、あとはここに横にこう、なんて言うんですか？ここが一番明るくなるような感じでやっていただければ多分。レミってこんなんだっけ？私前どうやったっけ？あ、多分前は、あ、多分めんどくさかったんだろうな。もうここでぶっちゃけちゃうけど。多分ですけど、前のやつ黄色でした、やってますね。合ってるかわかんないです。ちょっと黄色くなりましたね。こんな感じだった気がする。でですね、もうあれですね、多分。何ですか。淡い紫消します、普通に。本当に、メドレーの時の乗り方なので、ちょっと雑なやつなんですけど。あ、そうだ、だから、今、あれですよね、スプラトゥーンフェスってますよね。私、ちょっとまだやってないんで、焦ってるんですけど。今回は、確か、ナゲット派かポテト派みたいな感じでしたね。私、ちなみにポテト派ですね。ナゲットも好きなんですけど、ちょっと食べることが多いのもポテトだから、ポテトにしようかな、みたいな感じの安直ですね。でもなんか、今回ポテト派が多そうですよ。いや、わかんないんですけどね。よいしょっと。あと、ぷよぷよやってる人ならわかる話なんですけど、ポテトの上がるティルラーじゃなーい。それはもうネタバレ。ですね、だから。なんだっけ？あれ、どんな音だっけ？え？やばい。違うの。上がる音あって、それをうちの親が、なんか、赤い精霊シリーズのティルラの名前みたいに、なんかティルラって言い出すから、もうその音にしか聞こえなくなるみたいな。そういう変な話があったのに、なんか元々の音を、なんだっけ、え、マジで忘れた。あ、もういいや。いいや、いいや。こんな話はどうでもいいということだ。よいしょ。なんかやりすぎた感がある、主にここら辺。まあいいや、こんな感じです。で、最後に、ここら辺の黄色ちょいちょい消しましょう。あれ、こんなんだったっけ？でもだ、こんなんだった気がするんですけど。すいません。本当にあんまり覚えてなくて。こんな感じだったと思うんですよね。でもまあ、とりあえずこのベースは結構綺麗だから、覚えとくといいかもしれません。この淡い紫色の作り方っていうんですか？ちょっと斜めってるね。まあ、ちょっと時間かかりすぎなんで次、小石ちゃんおいで。心小石の PV のやつ持ってきました。あ、もう影もつけてあります。早いでしょ。あ、影のつけ方とかやった方がよかったかな。影のつけ方、ちょっと待って、指が。影のつけ方、こうやる、こうやる。で、こうやってやると、こうやって何つの？この、ここが重ねっちゃってアウトなので、ざっと言うとこんな感じですよ。あー、意味わかんない。だから、ここの緑の、これに、あ、わかった。影つけるときは、まずとりあえず、私の場合ですが、ベターってやるんですね。で、それを、この中レイヤーみたいな感じので、かするとこんな風になるから、これで影つけた感じです。あ、なんか、言葉が早いよ、今日は。ですね、小石ちゃんのやり方っていうか、結構、まあ、綺麗にやれる方法あるんですけど、やばい、サードアイの目が浮いてるわ。実は結構めんどくさくてっていうか、まあでも簡単です、簡単です。まあやっちゃえば簡単です。めんどくさいけど。
これは、あー、はい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 、了解した。これやって、どうでもいい話なんですけど、悟り様の時にもこれ使ってます。今日出した敗北ドリームランド、それちょっとよくわかんなくなったけど、それですね。それにも使ってますね、この方法は。例えばさ、この間スプラトゥーンやってたんですけど、そしたらその時にものすごいクルットルフランちゃんがみたいな、イカ略の歌があるじゃないですかあるんですよそれを鼻歌で歌いながら縄張りやってたら、うちの親にその鼻歌何適当って言われました。適当じゃないですすごいちゃんと覚えてますって感じですよね。知ってる人的にはのお話なんですけどね。都度でもいい話ですよ。だってなんか無言でやるの嫌じゃないですか。無言の方がいいですか。無言の方がいいなら私無言になりますけどね、全力で。あ、さっきの斜めのかすり消しをしました。なんて言うんですか、なんて言うんだこれ。見てわかる通りです。真ん中はあんまりかすってません。なんだうんですね。ちょっと順番がよくわかんない、うん、意味がわかんないっていうのはまあ置いてて、順番がわかんないんだ。半田も多分適当にやればいいかな。適当に半分で区切れ。うん、これ赤じゃないんだった、ごめんなさい。今すごく変なミスをしてかしてた。やばい、間違えた。待って、どうすればいいんだ。だから、消せばいいのか。多分やり方違うんだろうけど真ん中消して、違う気がする。こうやってやるからの、こうやってやる。うん、はい、綺麗。うん、はい、綺麗。うん、なんかちょいちょい変になったけど、まあ、はい、綺麗。まあ、こんな感じですね。なんていうんですか、青から緑からの黄色みたいな感じで、上がどんどん色変えていく感じにするとすげえ綺麗に見えます。シグとかにもこれ使う時ありまして、水色のベースにピンクを下につけてみたいな、で上は緑みたいな感じで、結構このグラデーション使えるんで、まあ、覚えといたらいいかもしれません。まあ、それだけです。まあ、それだけです。であとは、でも確かになんかスプラトゥーンの時あんな鼻歌歌っててもどうかと思うけど、でもなんかあの歌テンション上がるから、なんかつい歌っちゃいましたみたいなあ、私上手くない、歌は上手くないです。ちなみにてかカラオケ行ったことないですから、ちょっと自分の力量とか知らないですけど、下手だと思ってます。りょうまあこんな感じでしょう。はい、雑言って雑言ってまあ文句は言わないでください。いや、言うだろうね。あ、すいません、これやっといた方がいいかもしれません。じゃあ、小石ちゃんなんか待って、なんか影変や、四角でやってるからやねん。で、こんな感じでやって、なんかいいやり方あったんですよ。これが使えるようなやつが。でも正直言って、あったかも。これってこのレイヤーも最近使えるって。レイヤーじゃないね、これ。そういえばトーンだね。で、最近気づいたんですけど、これ使えてんの、なんか網目みたいになってんね、ここら辺とか。見て、これシャープじゃん。最近ジブリメドレーやってんですよね。どうでもいい。まあ、多分こんな感じですね。なんか体消えてる。まあ、いっか。ちょっと待って、ちゃんと前にしようか。やばい、14分も経ってる。私のギガ。まあ、多分大丈夫だろう。じゃあ、ちょっと、こんな感じですね。意味わかんないな。ちょっともう、分かってってください。はい、無茶ぶり。なんかもう、わかんない。わかんない。私も、なんか、もう研究しときます。ってか研究します。私も私で下手くそなんで、はい。はぁ、とか言ってたらなんか怒られるのかな。うん、いいかな。ちょっとなんか雑談したい気もしますけど、時間も時間だし、皆さんも疲れたでしょうし、私の声これですし、意味が分かんないってあとなんか
どうでもいいですね、私の雑談が。変にぐだっても嫌だから切ります。閲覧ありがとうございました。また近いうちにこういうのをうちの親がいなければ出しそうと思います。それじゃあ、ありがとうございました。